では一応ですね、ここでは少しやっぱりアルゴリズムがちょっと複雑だと思いますので、その計算例を示しておきます。今AX、ラージ AX って書きましたけれども、これは3次の多項式でして、で、まあ、係数が A0、A1、A2、A3 の4個で表現されているというものです。それからあとオメガの4をですね、1の原子4乗根とします。で、この時にその、オメガ4に関する、AX の DFT ですね。ですから、この1の原子4乗根の0乗、1乗、2乗、3乗をそれぞれ A に代入した値を計算するんですけれども、一応答えを先に調べておくとですね、オメガ4の0乗が1で、以下その他の1の4乗根っていうと、i とマイナス1とマイナス i と、まあ、こういう形になりますので、まあ、これらの値をそのこの AX に代入した値を計算すると。ですので一応答えはここに出ている通り、この 4種類の値をこう FFT で求めるというのがこの計算の例題の目的です。でまず、ここでですね、そのステップ1に従って計算をしていくんですけれども、まずここではその AX を、まあ、偶数字の項と奇数字の項の2つの多項式に分けて、それぞれ偶数字の項は A0X、 奇数字の項は A1X というふうに分けます。で今度はその A0X と A1X に対して、1の原子2乗根を使った FFT のアルゴリズムをこう適用していきます。でこの A0 はこれ偶数字の項ですかね、に対して適用した方を括弧に、それから奇数字の方 H に対して適用した、再帰的に適用した結果を括弧3と置きます。でまず括弧2の方でその偶数字の項に対して FFT を適用した結果なんですけれども、ここ今度はその A0 の X2 乗っていうのが、まあ、A0 プラス A2X となってですね、でそれぞれの多項式を取り出すと実は定数になっております。でこの定数になっている場合はこれそのままこの値をこう返すということで、この段階で計算結果をまとめますと、まず X0 が A0 プラス A2、 それから X1 が A0 マイナス A2 となって返ります。で一方でその奇数字の項の方ですね、からなる多項式 A1X2 乗に関しても、これを A1X2 乗をこういう形で表しますと、さらに再帰的に分ける多項式というのはこの A1 と A3 という、A3 という定数になりますので、これを使って X0 は A1 プラス A3、 X1 は A1 マイナス A3 という値がまず求まります。でこれらのその値を使いまして、これは先ほどのこれまでの結果ですね。この Y、こちらの上の FFT の結果としてこういう点の列が得られたと。から下の FFT の結果としてこういう点の値の列が得られたということが言えます。で、まあ、これを使ってですね、X0、X1、X2、X3 というのをこう順番にこう計算していきますと、まあ、この辺のその符号の掛け付け方はそのFFT のアルゴリズムに従いまして計算すると、まあ、X0 が、これはオメガ4の0乗を A に代入した値、それから X2 がオメガ4の2乗を A に代入した値となります。で、あと、これでまあ上半平面の点を計算して、これをもとに下の下半平面の計算、値の計算をするんですけれども、まあ、X1 がこのような形になり、それからここをすみません、スライドで、皆さんの資料でも誤っていたんですが、これ正しくはこれ X3 ですね。X3 はこのような点でのその A の値になるということで計算結果が得られます。まずここまでで FFT による離散フーリエ変換が得られたということになります。ここまでよろしいでしょうか。では今度はですね、逆にその離散逆フーリエ変換をどう行うかということなんですけれども、先ほどの定理 6.1 で出しましたこの多項式の補完の一位性の
定理ですね、に出てきたこの式、等式を見ますと、実はこの上の式というのは、その係数表現から関数値表現が得られていますので、まあ、DFT の結果を表しているということが言えます。そうしますと、まあ、これ、ここの係数行列、ファンデルモンデルの行列を V と置きましたけれども、もし V が、V の逆行列が見つかれば、この逆変換というのは、この関数値表現にこの V の逆行列をかけることで得られるということになるわけです。で、ところが、実はこの逆行列というのは、この元のですね、ファンデルモンドの行列に出てきた行列に、1の原子 N 乗根を代入したですね、この、まあ、行列だったんですけども、この各成分の逆元を取るんですね、すべての成分の逆元を取ると、とものを、まあ、W というふうに置くと、実は相和補代を使って、この W×V が、その単位行列の N 倍になるということが分かりまして、そうすると、この先ほど求めたいと思っていた V の逆行列というのは、実は N 分の 1×W という形で求められるということが分かります。でさらに、オメガ N がですね、オメガ N というのは1の原子 N 乗根でしたから、そのオメガ N の逆数っていうのは、オメガ M の N-1 乗となっておりまして、これもまた1の原子 N 乗根なんですね。ということで、その逆振り変換、離散逆振り変換っていうのは、実は離散振り変換を使って計算ができますよと。で、ただし、どういうふうに、その、どういうふうな値を入れて評価するかっていうと、多項式を、どういう多項式にどういう値を代入して評価するかというと、ここで BX という多項式を使って、BX に1の原子 N 乗根の、もともと使ったやつの逆数ですね、逆数を代入して計算をしなさいと。で、全体の結果を N 分の1倍しなさいっていうことで計算可能だっていうことなんですね。で、ここでその BX って何を使えばいいかっていうと、ここにありますように B の N-1X の N-1 乗から B1X プラス B0 を使うってことなので、この BN-1 から B0 というのは何だったかっていうと、この離散振り変換で得られたこの関数表現の値だったんですね。だから関数上の点なわけです。この関数上の点の値を係数に使って多項式を作り、でその多項式にその離散振り変換の時に使った1の原子 N 乗根の逆数を代入しなさいと。そうすると離散逆振り変換か、インバース DFT、IDFT って言いますけども、まあ、逆変換ができるということになります。ということで、乗算、多項式の乗算なんかをやろうとするときに、まあ、離散振り変換と離散逆振り変換の両方が必要だったんですが、まあ、実質的には離散振り変換を知っていれば、まあ、どちらもできるということになります。ここまでよろしいでしょうか。それでは、FFT の計算量の評価をしてまいります。で、まず、その、主定理ですね、を挙げますと、オメガ N が1の原子 N 乗根のとき、次数 N が2の以上、次数 N イコール2の以上未満の多項式に対する FFT の計算量は、オーダーの N ログ N で抑えられるというのが、まあ、計算量の評価です。で、その証明をこれから説明していきます。で、ここで、T の N というのを、N 次未満の多項式 F に対する FFT の計算量と置きます。そして、まあ、T の1はこれ定数として計算する必要がないものですから、T の1は0と置くことにします。で、あとはですね、その、先ほど提示した FFT のアルゴリズムに従って、その、どのステップでどういう計算が行われているかということを調べつつ、計算量の見積もりをしていきます。まず、FFT の前半のステップを見てみますと、まあ、1行目、2行目、3行目っていうのは、その、if 文とか代入ですから、まあ、実質的な演算は何も行われていないとします。で、4行目と5行目では、ここではその、再帰的に FFT を呼び出しているんですけれども、この再帰的に呼び出す際の次数というのが、
2の2分の n 乗という次数未満の次数の多項式に対する FFT を呼び出しておりますので、ここは計算時間でいうと t の2分の n ということになります。ですので、まあ、ここで、まあ、t の2分の n の FFT を計算量が、まあ、この2つでかかってくるということですね。それから7行目以降は、これはその再帰的に呼び出した FFT の結果から実際に関数値をこう計算していく部分なんですが、ここではまず for文がありますので繰り返しの回数を数えますと i が0から2分の n マイナス1まで増加しますので、ここではループが2分の n 回発生していると見ることができます。で、このループの中で指則演算がどう行われているかといいますと、まず a のステップでは、xy がですね、yi プラス uzi を代入するということなので、uzi で乗算1回、それからその結果に yi を加えるということで、加算1回が行われています。次に b のステップでは、yi マイナス uzi が計算されていますので、uzi で加算が1回、それから、それを yi から引くので、あ、ごめんなさい、uzi で乗算が1回、それから、それを yi から引くので加算が1回行われております。で、最後、このオメガ n かける u を u に代入するというところで乗算が1回行われているということで、全部でですね、1回のループあたり、加算と乗算を合わせて5回行われておりますが、今までの結果を加えますと、そうすると tn っていうのが、2倍の t の2分の n プラス5かける2分の n ということで、2かける t の2分の n プラスオーダーの2分の n という評価ができます。で、ここで n はですね、多項式の次数の、まあ、だったんですけども、これ2の2乗ということにしましたので、この2の2乗を代入して整理しますと、t の2の e 乗というのが、まず 2× t の e の2の e マイナス1乗プラス o の2の e マイナス1乗と。で、この t の2の e マイナス1乗のところをさらに再帰的に呼び出していって、どん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 分けていくと、最終的に2の e 乗 ×t の 1×e 倍の o の2の e 乗 e マイナス1乗ということになりまして、で、t の1は0としておりましたので、この最初の項は消えるんですね。で、最後の項の、まあ、オーダーの e×2 の e 乗というところだけが残ります。で、この表記をさら、再びこの n を使って表すと、オーダーの n ログ n という見積もりになるということです。ここまでよろしいでしょうか。